ということで、今日はですね書の時間でございます。まあ結構ねだいぶ古いネタにはなりますけども、舛添さんがね書道を書く、書道をやるのに中国の中国服を買ったと、いうことがありましたよね。それでなんか最近のコメントで、その中国服で書道やってみてくださいというね、そんなようなコメントもございまして、私もちょっと気にはなっていましたので、今日はですねその中国服に着替えて、書の方をですね、書いてみたいと思います。ということで変身、はい、ということで着替えました。こちらでございます。こういう感じですね、こういう感じですね、こういう感じでございますよ、こういう感じでございます。はい、ニーハオ、あいやーといった具合ですね。こちらで書道をしたいと思います。多分舛添さんはこういう服装で書道をしていたのではないかということでございます。はい、はい、狭い部屋ですいません。後ろがずっと赤くね、なっておりますけども、さあちょっとねこれでね書いていきたいと思いますよ。書きやすいのかな、確かにサラサラしてるからこうね腕のこの動きはですねスムーズにいくかもしれませんけども、どうでしょうか。じゃあ早速書いていきたいと思いますよ。はい、じゃあ行きましょう。汚したわねえ、ティッシュ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 、やばい、いろいろつきそうだ。ちょっと座って、袖が長いからつきそうだよねえちょっと待ってね、ちょっと、いやもうこれ絶対落ちないからこれまあいいんだけど、いいんだけどさ、はあ、はい、ということで書きました。はい、シェイ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 あれ合ってたっけ、合ってるよね。うん、皆様に日頃の感謝を込めてシェイシェイでございます。あのね、あのね、汚れました。こう折らなきゃダメだね、こうやってね。こうやって折らないと
不意に汚しちゃうからということでございます。いかがでしたでしょうか。まあ確かにあのね別に、まあ、これじゃなくてもいいんじゃないのって気はしますよね。別に半袖とかでやればいいんじゃないとは思いますよね。これにしなくてもね、汚れましたから、そこだけがちょっとね、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。もぎゅ